江戸時代の文化、その単元の最後に、江戸時代の教育っていうのを見ていきたいと思います。前回、和え文化のとこの動画でも話したと思うんやけど、江戸時代も後半になってくると、武士だけじゃなくて、庶民っていうのも、 何か文字を読んだり書いたりすることができるようになったんやね。まあそのおかげで庶民にわかりやすいような文学っていうのも広まっていった。日本の文化のレベルっていうのも上がっていったんです。で、この読み書きができるって、まあみんなからしたら当たり前かもしれんけど、この当時世界を見てみてもなかなか日本ほどみんなが読み書きができる国ってなかったんやね。それだけこの江戸時代っていうのは社会も安定していたし、日本の教育の水準っていうのも高 ないものだったんです。まあというわけでじゃあ江戸時代どんな教育をしていたんかどういう仕組みになっていたんかっていうのまあ簡単にはなるんやけど最後に見ていくことにしましょうえそれじゃあまずえさっき言った通り庶民も読み書きそろばんできるようになったのなんでかっていうとこやねんけどこれは聞いたことあるんちゃうかなま全国に寺小屋っていうのが作られたんやね庶民の子ま町人とか百姓っていうのはこの寺小屋で学びました これがその寺小屋の様子です。なんかもうカオス状態、学級崩壊してるやんって思うかもしれんけど、今の学校と比べるとかなり自由なものでした。で、勉強する内容も、読み書き、そろばん。これって、特に商人の子供やね。商人で商売するようになると、お金の計算せなあかんねそろばん必要やね。それにお金の記録もつけなあかんので、読み書きっていうのはやっぱりできないといけなかった。 なので、庶民、特に町人にとって実際に必要になるものをこの寺小屋では自由に教えていましたただしこの寺小屋には武士は来ていなかったよね武士が町人と混じって一緒に勉強するってことはありませんでした武士にはそれぞれの藩ごとに藩校、藩の学校やね藩と 藩校というものが開かれます。まあこれは各藩が武士のために、武士階級のために開いた学校です。まあそれぞれの藩ごとに名前が、藩校の名前が違ったりまするんやけど、まあ有名なのは鹿児島、薩摩藩の雑司館、長州藩、萩の明倫館とかがものすごく有名です。この後の時代、幕末とかも活躍するような志士たち、武士たちっていうのが出ていくことになりました。 庶民に対しては寺子屋が、武士に対しては藩校ってものができましたよと。そして、ま、ここまでは、町とか、あと藩が正式に作った、ま、今でいう学校みたいなもんです。それに対して、塾、今でいう塾にあたるものってのができてきました。ま、でも今みたいに、みんなが勉強するから勉強せなあかんとか、どこどこ大学に行くために勉強せなあかんっていうよりも、私塾、 私の塾へね、つまり個人が開いた塾で、その個人をお師匠さんとして勉強したいという人が集まってくる、そういった私塾というものが開かれるようになりました。全国にたくさん作られはしたんやけど、特に有名な3つをここでは紹介しおきたいなと思います。まず1つ目、これが一番やっぱり有名やろうなと思います。テレビとかドラマにもよく出てくる 山口県の今の萩市に開かれた松華村塾という塾です。そしてここの塾で教えていた人で有名なのが幕末、江戸時代の終わりの思想家、吉田松陰という人物です。この人が先生になっていましたよと。 で、元々この昇華村塾っていうのは、昇院のおじさんの玉木文之進っていうのが開いたんやね。で、この昇院自身も思想家、活動家としてまあ全国を渡り歩いていたんやけど、 一旦萩に戻ってきて、故郷の萩に戻ってきて、この消華村塾で教えるようになります。そしてこの消華村塾から、本当に江戸時代の終わり、幕末の時とか、明治の初期に日本を支えていた、日本を変えていった人材が多数出てきます。まあ、有名なところとしては、草加元水、高杉晋作。まあ、この人たちは幕末の頃、二人とも明治が来る前に亡くなってしまったけど、明治維新を成し遂げるために、 大きく貢献した人物ですそして後の2人は明治の初期を作った人物やね伊藤博文山形有友どっちらも首相になった人物内閣総理大臣になった人物ですこういった人たちが吉田松陰の松下村塾のもとで学んでいましたで次2番目はなんと外国人の人が開いた塾ドイツ人の医師シーボルトさんが長崎にあってた 長崎にやってきて開いた塾が鳴滝塾というやつですまあもともとこの長崎では日本とどこが貿易していたやつだか2つだったよね中国とオランダでしたまあなので本当はドイツ人ってやって来れへんねんけどシーボルトさんは嘘をついてオランダ人ですって言ってやってきたよねそしてこのシーボルトさんは日本に住み着いて長崎に塾を開きました そしてこのシーボルトさんはお医者さんだったのでこの長崎で医学医者になるための勉強やねそして簡単に言うと理科にあたるような自然科学っていうのを教えましたそして最後が大阪に開かれた敵塾この敵塾を開いたのがこっちの人この人も結構写真とかで問題になったりすると思います尾形光安さんですこの人も日本の近代医学の祖と言われて日本の医学を 切り開いた人で医学を中心にこの敵塾で教えましたでこの塾生にまた有名な人がいてみんなが知っている人では福沢諭吉これ1万円のお札に書いているあの顔の人やねとか大村益次郎とかこれも日下元帥とか高杉晋作と同じ長州藩の人で幕末に活躍をしますこうした人物が緒方公安の敵塾で学んでいました こういうふうに江戸時代っていうのは、ま今の学校とか大学の制度ほどかっちりしたものではないけど、寺子屋だったり、半校、そして私塾というように、それぞれの階層とか学びたいことに応じて、ま自由に教育機関っていうのが開かれていましたんやね。 えそしてそこで多くの人々が学ぶことによって、この江戸時代の後期、まあ世界でも稀に見る、世界にもなかなかないような教育水準の高い国、学力の高い国っていうのが作られていくことになりました。